マタイの福音書2章1節から12節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレムの中の人も王と同様であった。そこで王は民の宰相たち学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子の子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはその上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。こんにちは、クリスマスおめでとうございます。ich wünsche einen guten Tag und ein gesegnetes Weihnachtsfest。 私たちの教会の特徴は2カ国で説教の分だけでも聞くことができるということですが、今日はいつもの説教の長さよりちょっと短めにして、また分かりやすくしようと思います。クリスマスに関する、お話しさせていただきたいと思います。Vor teilen uns heute mein Idee ist, dass wir wenigstens den Teil der Predigt zweisprachig haben. Und wir wollen heute uns mit dem Thema von Weihnachten beschäftigen. Natürlich etwas straffer, etwas kürzer als sonst üblich diese Ausführungen haben und möglichst leicht zu verstehen. 今日は、この今読んでいただいたマタイ2章、東方からやってきた博士たちについての、キリストがお生まれになった時のこの出来事についての、学びです。それで beschäftigen wir uns mit den Weisen, die aus dem fernen Osten gekommen sind zur Zeit der Geburt Jesu. クリスマスになりました。まあ今はクリスマスの時期ですけれども、皆さんは毎年クリスマスになると何を一番楽しみにして、何を一番期待にしていらっしゃるでしょうか。これは人によって、また家庭によってかなり違うと思いますけれども、皆さんもいろいろ期待していらっしゃるじゃないかと思います。 Wenn es wieder dieses Jahr Weihnachten geworden ist, dann fragen wir uns, was ist das, was uns am meisten so auf Weihnachten hin fixiert und was wir erwarten, was wir als Freude empfinden. Das ist je Person und je Haushalt sicherlich sehr verschieden. 皆さんはどうでしょうか。クリスマスというのは
何が一番素晴らしいですか。こうクリスマスツリーみたいなもの、明かりたくさんあって、街中に照明の飾りが出たりして、これを楽しみにする人もいるんです。またクリスマスの時期こそ、お祝いとかパーティーが多いんですから、それを楽しみにする人もいるんです。パーティーといえば何でしょうね。食べたり飲んだりするでしょうか。それとも子供の時代はよく楽しみにしてたのは、言うまでもなく何でしょうか。包装紙の中にあるものですね。だからプレゼントそのものなんですよね。プレゼントさて、ぜひ欲しいと前に宣言したものが果たして出てくるかどうかの期待、いろいろそのクリスマスに関する期待はあるじゃないかと思います。子供でも大人でもそれぞれあります。Also jeder hat verschiedene Erwartungen an Weihnachten. Die einen freuen sich an den wunderschönen, lichterfüllten Glanz, der unsere Städte erleuchtet, besonders in der Weihnachtszeit. Andere sagen, an Weihnachten gibt es viele Feste, viele Gelegenheiten, Party zu feiern, miteinander essen und trinken. Kinder haben die Erwartung an das, was eingepackt ist, an die Geschenke und erwarten, kommt das wohl auch raus, was ich mir gewünscht habe. Jeder hat seine Erwartung. さて、クリスマスって何のお祝いですかと。私たちは宣教師として日本にいる間は、時々内輪の若者にでも声をかけてみてですね、クリスマスの時期に、クリスマスってどういうお祝いかと分かっていらっしゃいますかと尋ねてみたんです。アンケートみたいにしてですね、尋ねてみると面白い答えが出てきますよね、返ってきますね。一番多く返ってきた答えは何だと思いますか。 Wir haben in unserer Zeit als Missionare in Japan jedes Mal erlebt, wie so bei Umfragen auch die Frage gestellt wird, was bedeutet eigentlich Weihnachten? Und wenn man japanische junge Leute fragt, dann kommen interessante Antworten zurück. Was glauben wir wohl, was die meiste Antwort war? Was hat Weihnachten für eine Bedeutung? クリスマスってどういう意味ですか。一番返ってきた答えは何だと。サンタクロースの何誕生日誕生日のお祝い、なんとなくサンタも出てくるんですが、わかるような気がしますけど、Das was am meisten zurückkam ist, es hat was mit Nikolaus zu tun, offensichtlich der Geburtstag von Nikolaus. Das ist wohl nicht ganz richtig, aber der Nikolaus hat mit Weihnachten zu tun, das wussten viele.ob das so ist. Santa Claus はクリスマスでどういう関係あるのか、これはまた別の学びに値するものなんですけど、今日は省きます。heute sprechen wir nicht darüber, was der Nikolaus mit Weihnachten zu tun hat. Das ist eine ganz eigene Geschichte. しかし、サンタさんの誕生日ではなく、今ずっとこのキャロルの御言葉と賛美の間に流れてきたメッセージは、救い主イエス・キリストがお生まれになりました、それを記念するお祝い、これがクリスマスという言葉の一番簡単にまとまった意味なんです。救い主がお生まれになった、なんと約2000年前の話。私たちの今この時代に生きている人にとってどういう関係あるのか、まあまず記念日としてお祝いするものかと思う人も多くいます。Die Bedeutung von Weihnachten, das haben wir gerade in den Liedern und den Texten, den Bibeltexten gehört, als durchlaufende Botschaft, Jesus Christus als Retter ist geboren. Aber die Frage ist,Was hat das mit uns heute, hier, in dieser Zeit zu tun? 救い主がお生まれになった聖書の話には詳しく書いてあるのは、ベツレヘムの貧しさの中に、おそらく馬小屋みたいな、あるいは洞窟みたいな貧しいところでお生まれになった。そして羊飼いも登場すれば、今日今読んだ話を見れば、東方の博士さんたちというものも登場すれば、こんなような話なんです。で、今日の話には、ヘロデ王様という王様が、あの時代の王だったんです。確かに歴史的にはっきりしている情報なんです。
エロデ王様が登場します。そしてもう一人の王様が登場するということを今読んでいただいたんですけど、そここそ少し今日は目を留めていきたいと思います。王様が、エロデ王様が登場すれば、ユダヤ人の王様というもう一人の王様が登場するという二人の王様についてのお話にしたいと思います。Also wenn man in die Bibel hineinschaut, dann hat Weihnachten einige Schwerpunkte. Jesus Christus wurde in Bethlehem in Armut geboren. Ob es ein Stall war oder eine Höhle war, jedenfalls in Niedrigkeit. Und dann gab es da die Hirten. Und dann gab es sogar Weise aus dem Osten, die kamen, um ihn aufzusuchen. Aber wir haben auch gelesen, es gab einen König Herodes. Das ist geschichtlich genau nachgewiesen. Er lebte damals. Und es gab noch einen König, denn die Weisen suchten den König der Juden. Und was diese beiden in unserer Geschichte vorkommenden Könige, Herodes König und der König der Juden, miteinander zu tun haben können, darüber wollen wir uns ein paar Gedanken machen. Herodes der あの時代の王様であった日違いはありません。今読んでいただいた箇所にもう一回、目を留めていきますと、一節にはヘロデ王の時代という言葉がありました。ごめんなさい、これですね。一節、ヘロデ王の時代、ユダヤのベツレヘムで大生まれになった時、ヘロデ王の時代、イエスが生まれになった時に博士が登場した。で、2節を見ますと、博士さんたちが申し出て探していたのは、この括弧があるようにユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますかと尋ねています。ヘロデ王がいればユダヤの王、ユダヤ人の王として生まれた方もいるわけです。で、ここで今日の話のまず第一発目の問題があるんです。テンションが上がっていきます。想像してみますと、どこかにしっかりと、治めている王様がいれば、あの王様ではなくもう一人別の王様、同じところで探しに来る人が現れると、元のヘロデ王様の気持ちはどうでしょうか。ライバルでもできたのかと、面白くない気持ちなはずです。Wenn wir uns jetzt vorstellen, wie das war in Vers 1 steht, zur Zeit des Königs Herodes. Und in Vers 2 heißt, wo ist der neugeborene König der Juden? Dann merken wir, es waren zwei verschiedene Könige, die hier in dieser Geschichte vorkommen. Was das mit einem wie Herodes ausmacht, wenn da jemand kommt und sucht den König der Juden, aber meint nicht ihn, das kann man sich vorstellen. Das war kein gutes Empfinden, was Herodes dabei hatte. Da war er, ライバルができたら本当の王は誰だということは決めなければならないわけですね。Wenn es einen Rivalenkönig geben sollte, dann müssen wir klären, wer ist der richtige König. Und darum geht es. Wer war der richtige König der Juden? 本当のユダヤ人の王は誰であったか、それについて、少し考えましょう。まずこの箇所から分かったのは、ユダヤ人の王と呼ばれる方は救い主の意味だと、これはヘロデでさえも分かったんです。後から調べてもらうところでは、救い主がどこで呼ばれるはずかと調べてこいと命令を出すわけですね。 Bei diesem König der Juden, da ging es eindeutig nach unserem Text,den Retter der Welt. Denn Herodes, das wusste sogar er, er ließ forschen in den Schriften, wo soll der Retter geboren werden, der Messias geboren werden. Das wusste er. Sagte,
第一の問題にご覧いただきたいして、入ってみたいと思います。この2人の王様を比較するためには、少なくとも3つの点でその比較したいと思います。Wir gehen jetzt zu Punkt 1, der uns heute beschäftigen soll. Und wir wollen uns mit wenigstens 3 Punkten beschäftigen, die einen König ausmachen können, wie sie uns einigermaßen im Textzusammenhang vorgegeben werden. Stotsumewa, Oni fusawashi kake ni tsuite kanaete ikitai. Das Erste, was wir miteinander bedenken wollen, ist die einem König würdige Abstammung.王様とユダヤ人のヘロデ王様とユダヤ人の王様と比較すると、まず一つ目はこの賭けを比較して対象にして見ましょう。Also wenn wir über Herodes und über den König der Juden, den Messias nachdenken wollen, dann lassen wir zunächst über deren Abstamm jeweils nachdenken. Denn das macht einen König aus. もしですね、私たちは密かにでも、よし、僕も王様になってみようと思うようになったとすれば、そう簡単に王様になれるんでしょうか。ちょっとあまりも愚かな質問ですから失礼しました。私も王様になってみたいと思ったらは、子供の遊びの時にはそうなるかもしれないんですけど、なるのかな？王様になるための条件は何でしょうか？またその条件は全部揃ってるかどうか、まずチェックしないといけないんですよね。Angenommen, eine etwas ganz simple Frage, das bitte ich zu entschuldigen, wenn wir uns jetzt fragen würden,ich möchte eigentlich auch mal König werden. Kann man das so einfach werden? Da gibt es Voraussetzungen. Man muss sich prüfen. Sind meine Voraussetzungen erfüllt? Sate, Herode Osama o mimasho. Herode Osama wa douyu hito datta ni shou ka? Nanto, kore wa hakkutsu shite dete kimashita coin nan desu kedo.あのヘロデ王、ヘロデ大王と言われる王様の時代の、お金なんですけど、発掘して実際に出てきて、これは唯一、あの方の、写真ではないんですけど、なんとなくこの、顔の形を表現している、実物のコインなんですね。だからヘロデ王はこういう顔、こういう格好だったんです。Wenn wir uns jetzt mit Herodes zunächst beschäftigen, was hat er für eine Abstammung? Das ist eine, die einzige Münze eigentlich, die man gefunden hat. Also nicht eine einzelne Münze, aber nur diese Art, wo das Bild, das Abbild von Herodes, es ist kein Foto natürlich, aber sein Abbild dargestellt ist. Also so sah Herodes wohl aus. だから、ローマ帝国時代、約2000年前のコインですけど、ヘロデ王様はこういうものなんです。でそこで、歴史の、調べから、いろいろヘロデ大王について分かってますけれども、その分かってるものの中には、ヘロデ王様はエドム人です。ということが分かります。エドム人はユダヤ人じゃない。でも、彼は、ユダヤの王様となったんです。謎です。どうしてそうなったのか。Was man von Herodes weiß aus geschichtlichen Tatsachen ist, Herodes war kein Jude, er war Edomiter. Edomiter sind nicht Juden. Und dann fragt man sich, wie kann so jemand König von Judäa, von den Juden werden? で、その王様として治めた期間は紀元前37年から紀元前4年まで。ちなみに、この、数字から私たちもイエス・キリストの登場が実は紀元前、ちょっと紀元前にあったということも歴史上で分かるようになったんです。確かにそこには計算のズレがあるということはずっと前から分かるんですけど、その
はっきりした年を分かるための手段の一つはヘロデ大王のその期間がはっきりしてるんですから、そこで分かるんです。紀元前4年で亡くなったんです、その方。しかし亡くなる直前1年ぐらい前にでも2年前にでもイエス・キリストがお生まれになったんです。今日の話の時があったんです。Herodes hat regiert von 37 bis 4 vor Christus und aus dieser Tatsache weiß man, dass Jesus auch etwas vor Christus, vor der Zeitrechnung von 0 geboren ist. Das ist übrigens eine bekannte Tatsache, geschichtliche Tatsache, dass es hier einen kleinen Rechenfehler gibt in der Geschichte, dass Jesus Christus kurz vor der Zeitrechnung eigentlich geboren ist. Und diese Geschichte, die wir heute behandeln, war etwa ein bis zwei Jahre vor dem Tod von Herodes. Und der Tod von Herodes ist 4 vor Christus. Herode, Osama, その先祖たちはエドム人です。エドム人は、ユダヤ人じゃないということをさっき言いました。エドム民は非常に小さな民族。地図を想像してみますと、イスラエルの土地の南側には死海、死の海と書いて死海があるんですね。で、死海の南側の東あたりに、だから、山と砂漠の中にこのエドム族が、その現地があったわけです。Er gehörte zu den Edomitern und die Edomiter hatten ihr eigentliches Gebiet im Südosten des Toten Meeres, wenn man sich so die Karte vorstellt. で、どうしてユダヤ人の王様となったかという話は、ない話なんですけど、まとめてみると、このヘロデという人は非常に努力を重ねた政治家の人であったんです。王様の家庭は一切持ってません。でも努力してあのローマ軍の、このローマ帝国のローマ軍のお世話をしながら、ごまかしながらいろいろ努力した結果で、ちょっと不思議な方法で彼はそのユダヤ地方の王冠をいただく権利を奪い取ったと言ってもいいぐらいいただいたわけです。Herodes ist König von dem jüdischen Land geworden auf eine seltsame Art und Weise. Er war keine königliche Abstammung, aber er hat sich angestrengt. Er war einer der große Anstrengungen, der sich selbst entsagt hat, der auf politische Art und Weise versucht hat, die Gunst der Römer vom römischen Reich zu kriegen. Und auf eine Weise, die man schon fast mit Betrug gleichsetzen kann, hat er es erreicht, bei den Römern das Recht für das Gebiet von Judäa als König zu erhalten und hat die Königskrone bekommen. Aber Judäa sind ja nein. いろんな不思議な努力によってその権利、王様と呼ばれる権利はもらったんです。しかし、この自分がやっと得た立場を確かめるためには、彼はですね、まず残酷なやり方でそれを守ろうとしたんです。ライバルは絶対許さない。ライバルが起こそうとすればすぐにでも殺してもらったんです。そういう王様であったんです。Also er hat es auf seltsame Weise ergattert, dieses Rechtkönig zu sein.Und war dann die ganze Lebenszeit hindurch ein äußerst grausamer Herrscher. Er hat, wenn irgendjemand aufkam, der sein Rivale werden könnte, ihn sofort auf die Seite umbringen lassen. Das hat seine ganze Herrschaftszeit ausgemacht. これはだから王様の家系ではなかったです。努力と残酷さ。彼はですね、なんと調べてみたんですけど、なんと恥ずかしながら10回も結婚したんです。同時ではなく次から次へとですね、10
回も結婚式を挙げて、一人目の妻が、亡くなってしまった。二人目の妻は、まあ、愛して結婚したんですけど、間もなく子供二人、息子二人も生まれたんですけど、その間もなく、疑うようになって、あの自分の妻である方に対してもう本当に悪い気持ちを持つようになって殺したんです、妻を。で、おまけに少し後に息子二人も殺したんです。で、次の人と結婚して、で、さらに子供であった人を殺したりして、最後には10回目も結婚してあったんです。 Also er hat insgesamt wurde es 10 Mal, nicht gleichzeitig, sondern hintereinander 10 Mal geheiratet. Seine erste Frau ist gestorben, die zweite hat er, nachdem er Zweifel an ihr bekam, umbringen lassen. Die zwei Söhne, die er von ihr hatte, hat er später auch umbringen lassen. Und er war immer voller Angst vor seinen möglichen Rivalen, und noch mehr Kinder von sich hat er umbringen lassen. Das war Herodes. Sate. Herodes war 王権、王様になる その家系はなかったと学びました。Also wir haben gelernt, Herodes hatte kein Recht eigentlich, König zu werden, von seiner Abstammung her. イエス・キリストは主イエス・キリストと呼ばれるんですけれども、どうだったんでしょう。キリストのお母様はマリアさんです。Wie war es bei Jesus Christus? Bei dem Herrn Jesus Christus? Seine Mutter war Maria. お父さんはここでは問題があります。義理のお父さんはヨセフです。聖書によると本当のお父様は父なる神でした。 Wer war sein Vater? Hier war es schwierig. Der Pflegevater auf der Welt war Josef. Sein eigentlich tatsächlich richtiger Vater war Gott im Himmel, der Vater im Himmel. でその家計のことを考えますとどうだったんでしょう。マリアを見れば面白いと分かります。マリアはなんと遡って家計を調べてみれば、ダビデ王様の子孫であったんです。Wie war seine Abstammung? Nehmen wir die Maria. Wenn wir die Abstammung zurückverfolgt, landen wir beim König David. Sie war aus der königlichen Davidで、お父さんを、義理のお父さんをヨセフとしますと、ヨセフの家庭も不思議に同じくダビデ王様の子孫だと聖書がはっきり言ってるんです。Auch die Abstammungslinie vom Pflegevater Josef war von König David. だから人間的なことを言いますと、イエスは人の子としてダビデの子とダビデの子孫と言えるんです。この、 参考につけました聖句は今時間の関係では読みませんが、そこにはっきりとイエスはダビデの子と呼ばれているということが書いてあります。Also, der menschlichen Abstammung nachWar Jesus ein Sohn Davids? Und das steht auch in Matthäus 22 nachzulesen. Wir schlagen es jetzt nicht auf. Aber wo es eindeutig steht, Jesus als Sohn Davids. しかし、父なる神が本当のお父さんだといえば、これも聖書には面白いところが、そのヒントがあるんですけれども、auch wenn wir seine Abstammung von dem Vater im Himmel, von Gott dem Vater untersuchen,Da gibt es in der Bibel auch Hinweise dazu. Es gibt zum Beispiel den Hinweis aus dem 2. Mosebuch, wo Mose so betet. Mose betet.Der Herr ist der Gott, der von alters her alles als König regiert. あるいは、シーン・ゴヘン、ゴヘンの2節に、ダビデ王様、本
人間的な家系で先祖であるダビデ王様が神様に向かってこう祈ったことがあるんです。私の叫びの声を心に留めてください、私の王、私の神よ。Auch David, aus dessen menschlicher seitiger Linie Jesus herkommt, David selbst hat gebetet und hat in Psalm 5 gesagt: Höre die Stimme meines Flehens, du König, mein Gott. Und da Jesus sagt: Kannonikotostemo, sondern ohne Kakena. 簡単にこれです。ごめんなさい、こんな簡単な表現で表しました。Aber von der göttlichen Linie her war ein Königssohn. In der ganz einfachen Darstellung würde man jetzt sagen, erster Punkt 1:0 für Jesus gegen Herodes. Abstammung eindeutig Jesus Christus, königliche Linie. さて、2番目、王にふさわしい服装。服装についてこの箇所は何か出てくるのかなと疑問を持つ人がいるかもしれません。Das zweite, die einen König würdige Kleidung. Das war ich manche, wo kam denn hier die Kleidung vor in unserem Abschnitt? 確かに、認めます。ここには服装の話はありません。ただし、クリスマスの話全体の文脈にはこれは面白いところになります。Tatsächlich kommt in unserem Text heute nichts von Kleidung vor, aber im Gesamtzusammenhang von Weihnachten ist das interessant und nachdenkenswert. その点はどうだったんでしょう。ベツレヘムで生まれた時は、イエス様は王様の着物は着てたんでしょうか。イエスは王の子ですから、王冠みたいなものはかぶって生まれたのかという単純な質問があるんですけど、まずヘロデは王様です。そして自分が王様でありたい、自分が王様であることを守りたいわけです。それは言うまでもなく外側で表したに違いないんです。当時の王様たちは王冠は持ってました。毎日を着たわけじゃないんです。必要な時にはちゃんとかぶったりです。そしてガウンみたいな王様らしい服装を持ってました、着てました。Herodes war ein König. Hat mit Sicherheit zu bestimmten Anlässen seine Krone getragen, denn das hatten sie. Und hat auch mit Sicherheit seine königlichen Gewänder gehabt, jedenfalls zu bestimmten Anlässen. Von Jesus lesen wir nichts dergleichen, als geboren wird. Kein königliches Gewand oder Krone. じゃあ、イエスについて何がわかるのか。Aber was wissen wir von Jesus? ルカ2章にはこのクリスマスの話が書いてあるんです。ルカ2章に記してもらえない。ベツレヘムで生まれた時の話です。イエスはベツレヘムで生まれたです。そこには天使たちが羊飼いたちに現れた話もあるんです。Und da gibt es die Geschichte, als die Engel für den Hirten gegenüber erschienen und ihnen die Botschaft brachten. ルカ2章にはこうあるんです。天使たちが羊飼いに現れた時、こういう印を与えたんです。あなた方は行って、だから羊飼いたちに言ってるんですね。あなた方は行って、そして布にくるまって、会話を受けに寝ておられる緑子を見つけますと言ったんです。 Die Engel haben den Hirten damals gesagt auf dem Hirtenfeld, geht ihr hin und findet dieses Kind, und das ist das Zeichen, ihr werdet finden ein Kind, nicht mit Krone, sondern in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Nun noch nicht gemacht.会話桶に寝てる。当時のあの羊飼いたちにとって、まあ、布にくるまったというのは赤ん坊だと分かってるんです。会話桶に寝てるのはちょっとどういう意味だろうとよく分かんない。会話桶に餌を入れるところですから、に寝
寝かせるというのは、まあ、もしかしたら馬小屋でとして使われたところじゃないかという推薦ができたわけです。Als ihnen das Zeichen gegeben haben, das war auch für die Hirten damals etwas Seltsames. Nun, in Windeln gewickelt, das heißt ein kleines Kind, neugeboren. Und in einer Krippe liegen, das konnten sie anfangs sicher nicht so vorstellen. In der Krippe liegt normalerweise das Futter für die Tiere. Da konnten sie rückschließen, aha, wahrscheinlich an einem Ort, wo Haustiere gehalten werden. しかし、布は救い主の服装といえばどういう意味なのか。Aber was bedeutet diese Windeln, die der Messias, der Retter der Welt, anhaben soll? 王冠ではないんですね。ここは救い主としてのユダヤ人の王様の本当の心が現れるのです。これから説明します。Was wir hier haben, an dieser Frage der Windeln, da zeigt sich das Herz des wahren Königs der Juden, der als Retter der Welt geboren worden ist. Ich erkläre das. 自分の立派、ヘロデみたい。自分の徳を気にするのではなく、それはヘロデがずっとやってきたというやり方です。それではなく、イエス様は考えとして天国の栄光と輝きと王冠と神の御座と後にして置いておいて自分を低くして低くとなってくださった。なぜ低くなってくださったかというと、私たち人間のところまで下がってきてくださったと聖書は簡単に説明してくれるんです。 Was haben die Windeln zu bedeuten? Das Herz des wahren Königs, des Retters kommt hier heraus. Jesus Christus hat nach dem Zeugnis der Bibel seine Herrlichkeit bei Gott im Himmel zurückgelassen. Er hat seine Krone zurückgelassen. Er hat seinen Thron zurückgelassen und hat sich erniedrigt und ist auf die niedrige Stufe von uns Menschen gekommen. Deshalb ist er gekommen, nicht um sich selbst zu verherrlichen und nach seinem eigenen Vorteil und Reichtum zu schauen, wie es ständig Herodes getan hat. Was ist jetzt in ihm gehen war? これはクリスチャンであるかないか関係なく、これは信仰を持ってるかないか関係なく、私たち人間は神様の視野から見て、神様の御前ではあまりも低い、清くない、弱いものなのです。で、それらの人間の良い近くまで来てくださったのは、本当の王である救い主であるイエス・キリストなんです。Unsere Position, unser Ansehen vor Gott, unser Ansehen als Menschen, ob wir im Glauben stehen oder nicht, spielt hier keine Rolle. Als Menschen ist unser Ansehen zunächst ganz niedrig und befleckt und schwach. Und da hinunter ist der Sohn Gottes gestiegen, um König der Herzen zu werden, um Retter der Welt zu werden. 第二コリントに書いてある御言葉です。ここに、書き記すつもりだったんですけど、忘れてしまって申し訳ありません。Es gibt ein Wort aus 2. Korinther 8. Ich wollte es eigentlich hier aufschreiben, habe es vergessen. 主イエス・キリストの恵みを知りなさい。主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方が、キリストの貧しさによって富むものとなるためです。とあるんです。Dieses Wort aus 2. Korinther 8 heißt auf Deutsch: Jesus Christus erniedrigte sich selbst für euch. Er wurde arm an eurer Stelle, damit ihr durch seine Armut reich werdet. 自分の富を捨てて、私たち人間にその神である富を
Er hat seinen eigenen Reichtum zurückgelassen und uns seinen göttlichen Reichtum gegeben. Da war この服装の面は布はごく普通の赤ちゃんという意味会話桶は本当に醜い低さの中に生まれたのはこれは救い主がやってくださったのは私たちのためですだからこそ本当の、人もユダヤ当時はユダヤ人ですけど救い主となる王様であるここを見るだけでヘロデはこんな感じ。Also, hat seine Niedrigkeit für uns angenommen. Herodes sah ungefähr so aus damals. イエス・キリストは、ごめんなさい、これはイエス・キリストの写真じゃないんです。安心してください。Das ist kein Foto von Jesus damals, bitte, eine Vorstellung. 会話を受けと布にくるまった。どちら王様らしいでしょう。ベアサーメリアに聞いてきます。しかしこれは神の栄光を捨てた後、私たちのために、こんな形をとってくださった本当の救い主の姿ですからこそ、布の方が救い主にふさわしかった。Das war nachdem er die Herrlichkeit Gottes abgelegt hatte. Und deshalb sind die Windeln als Zeichen, dass mehr ist, dass mehr zu dem Retter der Welt gehört, als die Herrlichkeit des Herodes. Und das dritte zum Schluss. Das einem König, wie einem König würdige Wohnung.東方の博士さんたちはさっき読んでもらった通りにやってきました。Vorhin haben wir gelesen, die Weisen aus dem fernen Osten sind gekommen. さて、謎が一つあるんです。Da gibt es ein kleines Rätsel. なぜ直接ベツレヘムのその馬小屋に行かないのか。Warum sind sie nicht sofort nach Bethlehem gegangen? よくわからなかったみたいです。前に見た星が一時期消えてしまったんです。Sie wussten es nicht genau wo. Und der Stern, den sie am Anfang gesehen hatten, war zwischendurch nicht mehr da. Und so wurde, Osama Nattarawa, Osama Omari Nattarawa, so eine Tischke erhielten, Osama Nattarawa, Kyrde, Ikushka, nein, 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 das kann. Tabu, das ist das Moment, noch nicht, ja, nicht, das ist das Moment. Deshalb sind sie, wie selbstverständlich war, jeder von uns hätte es so gemacht, dahin gegangen, wo man den König erwarten darf, zum Palast des Königs. それで、エルサレムのヘロデ王のその宮殿に行くんです。で、それにエルサレムというパラストフォンヘロデス。で、そこに着いたらヘロデ王はよくいらっしゃいましたと言わずにびっくりのあまり。ライバル？と思って表面だけはニコッとしたかもしれない。調べてこい。私も拝んだから嘘をつき。やりたかったのは殺してやる。後からやったじゃないですか。調べてから、この博士さんたちは別の道で帰ってしまったら、これも聖書にあるんです。よく調べて、ベツレヘムの0歳から2歳までの子供を全部殺してなかったんですね。こんなに残酷。Sie kamen zu Herodes und er hat sich nicht gefreut, dass da jetzt jemand kommt und ein Königskind sehen will. Er ist zutiefst erschrocken, hat äußerlich vielleicht gelächelt und sagt, guck mal, wo das ist, ich gehe auch zu meinem Leben, dieser Lügner. Was hat er vorgehabt? Er wollte sie umbringen, die Kinder, und hat es auch später ausgeführt. Er hat diesen Mord der Kinder von Bethlehem von 0 bis 2 Jahren genau geforscht, hat er alle Kinder umbringen lassen. So ein grausamer Herrscher. しかし、東方の博士3人だったわけじゃないんですよ、聖書に書いてありません。3人のうちの名前までを覚える人がいるみたいんですけど、聖書にはないんですね。
また、うち一人が黒人であったということまで書いてありません。これは後からできた伝統的な話です。可愛いですけど、聖書とは関係ないです。忘れてもいいです。Also diese Weisen aus dem Morgenland, es steht nirgends, dass es drei waren. Es steht auch nicht, dass es Könige waren, auch keine Namen, die man heute weiß. Oder dass einer von ihnen dunkelhäutig war, das ist alles später dazu erfunden worden. Hat nichts mit der Bibel zu tun. Das kann man vergessen. しかし、贈り物が3つだから3人だったじゃないかという推薦は確かに許されます。Aber es gab drei Geschenke, deshalb könnte man annehmen, dass es drei waren. Das ist okay. で、ベツレヘムに、行ったのは、調べてもらった聖書の御言葉の予言によるんです。2箇所に、旧約聖書に、ベツレヘムよ、あなたから出るんだ、その救い主は、とはっきりと書いてあるんです、予言として。それでそこへ導かれたんです。Aber sie sind dort hingeführt worden, weil es diese Prophezeiung gab, die der Herodes hat erforschen lassen aus dem Propheten Micha, wo genau steht Bethlehem, aus dir kommt der Retter der Welt. で、そこで見つけたのは宮殿じゃないんです。Was sie da gefunden haben, war aber kein Palast. どういう建物だったのか。洞窟だったのか、馬小屋だったのか、それは分かりませんけれども、しかし貧しい住まいだったんです。Was sie da gefunden haben, ob eine Höhle oder ein Stall, das steht nicht da, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr ärmliches Leben und Gebäude, was sie gefunden haben. ヘロデ王の建物。ヘロデ王様はその残酷さで有名だった上でもう一つのことだけで非常に有名となったんです。Außer der Grausamkeit des Herodes war es noch eine einzige Sache, die ihn sehr berühmt gemacht hat. 非常に目立つほどの素晴らしい建物はこの約35年間の間に次々に建ててもらったということです。Das war das in diesen 35 Jahren des Herodes.Sehr, sehr berühmte, große Bauten, eines nach dem anderen entstanden ist. Motto も有名なのは、このエルサレムにある神殿。この間の聖地旅行を一緒に行かれた方は、そのヘロデ王の後から、その時から残っている壁の一部をまた見ることができたんです。今度一緒に行かれる方は、さらに、その辺の、その後をこれから見学してみたいと思いますから、期待してみてください。だから今まででも何回もその後エルサレム破壊されたとしても残ってる建物の一部はちゃんとまだあるんです。Also wer das letzte Mal bei der Israelreise dabei war, der hat einiges dieser Reste aus der Bauzeit von Herodes gesehen. Und wer jetzt dann mitgeht im Februar, der wird noch mehr sehen. Wir wollen da noch einiges anschauen, was von Herodes noch übrig ist.神殿を素晴らしく建てたヘロデ王エルサレム神殿もう一つカイザリア、これもヘロデ王が、作ったんですゼロから何にもなかったところにこれを作ったんですこの間行った方は見てきましたまたありますヘロデオンというところがあるんですこれヘロデオン、あるいはヘロディオン、あるいはヘロデオン、どっちでもいいんですけど、ヘロデオンは人口の山、丘というか山というか、これは自分の墓のために作った砦で、確かになんと2007年、つい10年ぐらい前にヘロデ王大王のそのお墓が初めて発掘され見つけたんです。残念ながらあまりニュースにはならないんですけど、まあ私たちは今度聖地旅行の時にこれも見ていきますから、楽しみにしてください。ちょっとドイツ語にします。Also die drei großen Bauwerke, die hier aufgeführt werden, der Tempel, den er, die Tempelanlage, die er ganz großartig ausbauen gelassen hat. Dann Caesarea, die Stadt.Die es vorher nicht gab am Meer, ein Hafen und eine große Stadt hat er bauen lassen. Dann das Herodion, eine Burg mit menschlich aufgeschütteter Hügel,
für seine Grabesstätte. Und man hat erst 2007 sein Grab dort entdeckt. Tatsächlich ein jüdischer, hebräischer Professor, Ehud Netzer, sein bekannter Mann, hat sein Grab entdeckt. Leider ist es in unseren Nachrichten wenig gekommen. ヘロデオンのそのヘロデオンの墓を見つけたのはエルト・ネッツェルという博士、あのユダヤ人の博士なんですけど、テラビブ大学の歴史博士なんですけど、彼がつい10年くらい前にそのお墓を見つけたんです。さらにあります。マサダ。私たちも今度見ていきますけど、マサダという砦で有名なところ、これはヘロデオンが作ったんです。さらにあるんですけど、ティベリアという町、ギネザレ湖、これも前になかったんです。イエスの時代にはもうゼロぐらいでした。これヘロデオンが作ったんです。そしてサマリアという昔からあった町を新しく名前をセバステとつけてヘロデオンが再建したんです。で調べればまだまだあるんです。信じられない。35年間の間にこれだけたくさんできるのか。すごい。この王様、本当に王様にふさわしい建物がたくさんできた。Es gibt noch mehr Bauten, die hinzugeschrieben werden müssen. Masada gehört dazu. Dann Tiberias am See Genezareth, das war ein Mini-Fischerdorf vorher zur Zeit Jesu. Und dann Samaria, das er umgetauft hat in Sebaste. Und außerdem noch etliche andere Festungen. Da man staunt, wie er das in 35 Jahren geschafft hat. Das war ein berühmter König, er hat bauen lassen. Jesua? イエスについて聖書に書いてあるのは30年、この出来事の30年後の交渉の生涯が、この生涯はイエスはイエスに従おうとした若者に対してこう言ったんです。私は寝巻きするところも枕するところもない、自分の家と呼ばれるところもありません、それでも私についてきますかというチャレンジだったんですね。Und Jesus im Stall, als Jesus 30 Jahre später mit seinen Jüngern unterwegs war, hat er einen Jugendlichen, der ihm nachfolgen wollte, gesagt: Ich habe keinen Ort, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Kein Haus. Das war die Herausforderung. Willst du trotzdem mir nachfolgen? しかし、この点だけは2対1となるのか。エロレ、王様にふさわしい建物はどっちでしょう。そこで大きなチャレンジがあるんです。イエス・キリストは立派な建物を作ったりするためにこの世に来たわけじゃありません。イエス・キリストは建物として別のものを求めていらっしゃる。Und hier kommt die große Frage, geht das jetzt 2:1 für Herodes aus, dieser Punkt? Aber hier müssen wir beachten, Jesus ist niemals gekommen, um irgendwelche großen Bauten zu bauen, für die er nachher noch berühmt ist, wie Herodes. Jesus wollte ein Haus haben für sich. Das war mal, 自分の住まいとして作ろうとした残そうとしたのは、これはあなたの私の心そのものなんです。あなたの心の中に救い主が住まわりたい、このためにこそこの世に来た。Das Haus, das der Retter der Welt sich bauen wollte, ist dieses. Er möchte in deinem Herzen wohnen. In deinem und meinem Herzen. Das will er als seine Wohnung haben. Deshalb ist er auf diese Welt gekommen. Nur deshalb. Da kann er, oder deshalb kann ich mir mal schauen. Lass uns das festhalten, dass wir damit schließen können. Also es bleibt bei 13:0 bei Jesus. しかし最後に残ってる質問があります。Aber es gibt jetzt
Eine letzte Frage, die ist noch übrig. 3:0 ですと関係のない判断者でした。どのサイド、どの肩を取るかは自分の選択なんですよね。もう戦う前には、それぞれの、サイドはちゃんと期待を持ってるんでしょうけれども、結果は結果として認めるしかないんですけど、しかしここで私たちのために、一人一人のために残されている質問は、これは結果です。今の私はどの方を取るのか。余的な考えですと、残るもの、立派さ、目立つもの、救い主の考えは、救い、自分が犠牲になっても、あなたが救われるために、私はこの世に来ましたということ。さて私はそれに対してどういう答えをするのか。これは私はこの場から決めることはできません。これは聞いてる側の一人一人が自分のために決めなければならないものなんです。Was über die Welt dann frage ich, auf welcher Seite befinde ich mich?Bei irgendeinem Spiel, wo es um irgendein Ergebnis geht, nachher, da kann man, bevor das Spiel losgeht, sich auswählen, für wen man ist. Am Ergebnis kann man nichts mehr ändern. Die einen haben verloren, die anderen gewonnen. Aber bei diesem Verhältnis hier muss ich für mich selber entscheiden, auf welcher Seite will ich stehen? Will ich auf der Seite sein, die so wie bei Herodes auf dieses Irdische und das Großartige und das Herrliche und Sichtbare aus ist? Oder auf der Seite Jesu, der gesagt hat, ich bin gekommen, damit du leben kannst. Ich gebe mich selbst für dich. Und diese Entscheidung, die kann ich auch von diesem Platz hier vorne nicht für jemanden fällen. Die muss jeder, der die Botschaft hört, für sich selber fällen. Santa Isenova, kimatta kekka desu. Watashi wa sate, kono sukuinushi wa ouke ni naru no ka, ouke ireru no ka.それとも、とりあえず考えておきますという態度を取るのか、それとも否定するのか、これは全くそれぞれの自由です。しかし、救いと命はイエスの方にしかないということは、クリスマスの話を通して分かってきました。Jeder persönlich darf entscheiden, auf welcher Seite er steht. Also, da gibt es niemanden, der das für irgendjemanden entscheidet. Aber die Frage ist, nehme ich Jesus als meinen Retter auf? Oder sage ich, ich denke weiter darüber nach? Oder sage ich, nein, ich bin dagegen, ich will selber leben? Das muss jeder selber entscheiden. Und das kann man niemandem abnehmen. Das Ergebnis von 13 Uhr bleibt feststehen. Sate.クリスマスのメッセージはこれです。救い主はあなたのために来られました。Das ist das Ergebnis der Weihnachtsbotschaft. Der Retter Jesus Christus ist für dich gekommen. 一言お祈りします。Lasst uns beten, ich tue es in vier Parts. Bei Sodo Megami Frei, den Otto Sama.この私のために救い主をこの世に送ってくださいましたことを感謝します。主よ、あなたは宮殿の中にではなく、肉眼で見ることのできるような王冠をかぶったり、そんな形ではなく、この私の貧しさ、私の弱さを気にして、そこまで下ってくださったことを覚え、感謝します。言葉の感謝は足りません。この私を愛してくださり、私のために永遠の命を与えてくださることを、神様、感謝します。どうか、一人一人がこれを受け入れ、あなたをもっとはっきりと知ることができますように、どうぞ助けてください。
あなたはこの世の救い主ですから、私の救い主にもなってくださいと叫ぶことができますように、どうぞ助けてください。この時を感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。